はい、こんにちは、松です。と今日は大山入道さんにお邪魔してます。スーパーストリートファイター 2X 4-4 大会ホークスの先ほど当日予選終わりまして、本戦26チーム A ブロックと C ブロックだけ6チームトーナメント、 B ブロックと D ブロックが7チームトーナメントで、やらさせていただきます。で、ダブルイルミネーション。まあ、今回のルールの都合上、A ブロックが、全試合、ルーザーズ、2位抜けまでですね、確定するまで全部ブロックごとにやってきますので、D ブロック、および C ブロックは、しばらく出番が回ってこないんじゃないと思いますが、の試合と、よろしくお願いいたします。で、あとは、対戦台というか、ですは、2台進行、1台がこちらの阪神してます。で、もう一台は、録画しての、後々、後日、永田さんがアップしてくれます。で、ルーザーズ台1に関しては何もなし。ので、人知れず、そっと、息を引き取ってる可能性があるので、あれ、どこどこのチームは、みたいな時に、誰からも、レスがつかなかった時に、察していただければと思います。けど、ウィナーズの方が先に終わるので、ウィナーズ2台進行のうちの片っぽ1台、で、ルーザーズ、の準決勝、決勝あたりは残っていくと思いますので、ルーザーズが完全に映らないというわけではないので、お付き合いよろしくお願いいたします。ということで、これ見てください、こんだけ。人の波ですね。ということで、今、120人かの、ストキシどもが集まってます、大山ニュートンの長丁場になると思いますが、本日もよろしくお願いします。ということで、本戦は紫さんと吉尾さんが基本的にマイクを持って形になりますので、よろしくお願いいたします。したらじゃあ試合の方よろしくお願いします。はい、こんにちは、紫です。はい、じゃあ、やっていきましょう。吉尾です、よろしくお願いいたします。さあ A ブロックからですね。A ブロックは飛車角ハートチップル、グッチ界、超人血明軍、フリースタイル、名字勢ということで、はい、さあかなり、面白いブロックとなっております。そうですね、ゼロ回戦からいくのかな。ゼロ回戦って、まあ、感じじゃないか、3-3の6チームブロックの 3-3 なので、どうしてもまあトーナメントという形にするとちょっと変則的になります。まあまあそうですね、はい、そこは仕方がないですね、ということでございます。はい、さあ最初の組み合わせはどうならグッチ界とハットチップルでいいのかな、そんな感じっぽいですね。そうですね、はい、座ってる感じのメンバーを見る と、丸1からあ、そうですね、まあ、はい、そうですね、はい、ということで、鈴木、花氏、川シム、グッチ対 H、エイリン、エイビギ、アヒロという感じですね。鈴木、ザンギエフ、花氏、フェイロン、川シム、ダルシムにグッチ、バイソン、さあ H、ブランカ、エイリン、チュンリー、ハイビギ、バイソンにアヒロ、S、フェイロンというような、組み合わせでございます。さて、さあ今ちょっと準備に、ね、してるところですね。はい、はい、いや年末だけどこんなにも人が集まりましたね。いやまさか100人いくとはね。そうですね、はい、いやみんなねやっぱ年末ぐらい格ゲーやらせろみたいなパターンがあるかもしれない、ね、あるかもしれないですね。昨日私トバンガチャリティー行ってたんですけど、はいはいはい、1000人いましたからね。なるほど、昨日1000人いましたから。いやー、余剰さんお疲れ様です、本当。しかもね、全然九州とかから遠征がいっぱいいて。なるほど。ほー、すごいですね、1200は。え、ちょっと待って、当日はこれ来たの？ん？当日はこれ来たの？まあいいか、いいか、俺どうせこれ勝てないから、これは来ないから、そうそうそう、どうせこれには勝てないので、いやー、ひどい。2位抜けを狙っていくには、はい。俺今日サブキャラですもん、本キャラ勢に勝てないですよ。もう吉尾さんがもうちょっとあれですね、自分のチームから自虐してますね今。まあ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 笑って張り切っていきましょうよ、みんな見てる人いてるんですからね。はい、ありがとうございます。さて、ではは、い、すいません、ちょっとですね、実況の方も
毎回胴体の周りにいる方、なるべくしゃがんでください。後ろの方がもう見えるようになるべくしゃがんでいただけますよう、ご協力よろしくお願いいたします。はい、それではですね、皆さん2019年も、お疲れ様でございます。年末年始まだまだスト2のイベントは続きますが、引き続きですね、お時間ある方はですねお付き合いいただき盛り上がっていければと思います。はい、では 準備 OK ですか。準備 OK ですか。 OK、 草ちゃん準備 OK。はい、はい、ではですね、はい、2019フォックス、はい、皆さん始めていきましょう。スタートボタン押してください。皆さん拍手お願いします。2019フォックススタート、拍手。さあ第一試合、さあ、どうやら、グッチさんは今日バイソンですね。そうですね、はい、バイソンで話しているのは多分急遽呼ばれたのでしょう。はい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 。グッチバイソンと、アヒロ S フェイロンですね、という組み合わせ。さあこれ劣化がないと露骨に切りそうです。そうですけど、そうですね、いくら正面から行かれても、はいはいはい、この突っ込んできたところビタで支援客、ビタで支援客、まあ劣化でも良さそうですね。あ、そうですね、はい、劣化でもいいので、うん、あーっと関西地タッチ強パンチがぶっ刺さる。それおもむろに来るのがね、やっぱちょっと反応できないですよね、なかなか。さあフェイノンはなんとかして前を詰めて、そうですね、デッキ加減を狙っていきたいところ、しかしダッシュストレートが速くて、さあどうしようもない。さあ情け容赦なく削っていく。さあ押し込んでいきましたね。さあ次は誰が行くかな。これあれですね、エブロック他の方も、同時に進めていくわけですね。そうですね、はい。次は、さあ H さんのブランカですね。ブランカですね、はい、ブランカを出してきました。さあグッチさんは意外とブランカとかも使っているので、はいはい、さあ試合数はかなりあるというグッチ、疎通の経験量は尋常ではございません。さあこれは反角だ。さあ見てみろ、上を見てます。馬の上は見事ですね。見事ですね。ブランカの、下オーバーを重ねて、で立ち強パンチ仕込んでおくと、バックステップからの大胆に出て、あ、なるほどなるほど、ね、確かに、さあ寝かして、どうだ、さあ投げ返した、今の見事ですね。見事です。あー投げが通じない、また出すね。さあ掴んでしまう、どうだ、中中まで行ったか、中まったが、ちょっとガードしよう。さあバックボールが出てしまったか、これがもう削り圏内、圏内ですね。さて、さて、さあ、エイリンさんのチームですね。さあ、こう一点。さあ、投げで。投げが通る。相打ち。相打ちだな、そうですね。割とバイソン側としてはこの数以上の相打ちを狙っていく、ダメージを狙っていくような戦術が結構有効です。さあ、いきなり出して。さあ、百裂バリアが非常にきついが、タンポジョン刺さっている。どなしたわ。これさあ、上から行く。どうしたら、テンションを出したような出したかったでしょうか。そうですね、出したオーバー、3パンチと自由自在に攻めていくんですよ。さあ寝かして重ねて、さあお互いゲージためモードに入りまし ましたが、バイソンが先に溜まった、先に溜まったがチューブにここでチャージ、じゃあ完了して、さあどう使うかですよね。どう使うかですね。展開するので、うん、行動がなくなってきますが、フリーブックバックス出るぞ、カミキョキック、ダッツ、これは間に合っている、間に合っている、上からグッ、さあ下段でいく、下段が刺さる。
さあこれでグッチバイソンが4縦にリーチ。さあバイソンバイソン、バイソンバイソンは高く中継が下段にならないと思うんですね。ああはいはい、確かになかなか極端な決めますと言っていいんじゃないですかね。さあどうだ、お互いゲージの角度が、さあカーンパンチ反応してくる、これうまい、うまいですね。一回下段を刺して、おっとつながっててはいないが、とりあえず先に出していく。さあお互い全く一緒でしたね今。お互いネットは相打ち、さあ見ている、ハンドリー、さあ投げにはいけないが、タッチパンチを誘って、さあ下段も刺さる、さあダイジャスト、アッパーが刺さる、刺さってこっから、どうだ、コマンドが出ていく、まだ分からない、しかしヘッドが刺さる、投げ出し、さあどう、この駆け引きやり返す、浮いて、浮いて、そうだ、あとちょっとヘッドが入る、どうぞまあ、でも読みは正解でしたからね。読みは正解でした、いろいろあってファイナルラウンド、はいはいはい、非常に大会っぽい感じですが、さあ当たってない、当たってない、下がみコーンパン、下ダストからの上はなかなか割り込めないですよね、ほぼ上が下段が刺さる、ピヨッて、これはターンパンチ溜めていた。さあ勝ったのはグッチ会、さあ今次の試合照準準備してますんで、視聴者の皆さんちょっと待ってください。はい、明治勢、さあもう一個の試合も終わりましたね。そうですね、今終わったところですね。明治勢が勝ったところなので、はい、もう一個の試合をやっていくことになるでしょう。まあそうすると、ルーザーズ同士もやれる感じだとは思いますが、はい、はい、はい、では行きましょう。さあ飛車角対愚痴会、愚痴会連戦ですね。さあ愚痴会は、先ほど鈴木残儀が、鈴木残儀が参考ですね。そうですね。で飛車角は、さあ餌が残儀キャミーガルト、どれを取っても残儀が5分以上、まあそうですねさあ若松さんが言った、さあ運営チームですね。若松さんはそうなんですよね。さあ来た、あのさあ受け身が、パイル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 、さあ3ターン、パイル、ありがとうポニー、いやポニーパイルでしたね今、ありがとうポニー。さあ魔法さん、さすがに知識が昔のままですが、意外と当時の読み合いはかなり知っている。確かに、そう知っていくので、
ジャンプチップも知ってます。うん、うまい、うまい、うまい。なんてシンクロ。しゃがみ大キック、しゃがみ大キック。さあ非常に古来のプレイヤーの味がする。さあこかして。さあまっすぐ行って。さあ次じゃんけんですね。どうだ。どうだ。ジャンプパン。垂直バズっていく。垂直は農業さんが疲れて切る。ダッシュ。差し合って差し合って。ダッシュ。最終だ。ジャンプパン。飛びましたね。ワールドさん上手くない？上手いっすね差し合いが。開幕走る。さあ農業理論ではこの組み合わせはタッシュキックだけを打っていく。タッチチューキック、タッチショーパンチが肝って言ってましたよね。さあタッチキックのみ。どうだ。さあどう詰める。スイートくん、スイートくん、うまい。タッシュ一ノット。さあどうする。タッチチューのみ。どうだ。さあタッチチュー。さあ現役勢を意地を見せました、鈴木ザンギですが、さあ残りのキャラは、一応全部ザンギには有利となっておりますが、まあそうですね、はい、さあヨシギさんの S サガット、これは何としても取りたいですね。これどっちかというとキャラに出した方がよかった。まあ、あとダルシミオかな、ダルシミオにキャミだったかもしれないね。あるよ、暴れてるが、パイルが入ってる、パイル、パイル、パイル。さあもう一回パイル、もう一回パイル、表、なぜか表、パイル。なぜか表、あれの表だ、ほんまに表ですね。もうパイルで行くって決めてるような感じでしたよね。さあ、後ろに引っ張っている。あのちょっとミスったかな。まあ、しっかりフォローしましたね。さあ、勝ったのは鈴木ザンギ。さて、太平さんですね。ガイル。ガイル。ガイルが出ました。さあこれは貸したい、これは貸したいが、やはりちょっと現役のザンギとやってないとですね、一気に負けてしまうというパターンは十分あるので、しゃがみのキック悪くないですね、うん、歩いて出すと反撃はありません。確かに。さあいい位置足、あいち、これでザンギが体力リード。あーっと、あっと、弾きをミスったが前にジャンプしてしまった。さあそばと混ぜてやっていきたいところ、ダイトリックが刺さる。さあサーバーを出す、出していく。さあこれはかなりノイズだ。相打ち取ったがリードされているのが残儀なので、相打ち非常に悪い。よっと飛んだが飛んでしまう。さあまたソリック、しゃがみがキック、中キック、ま、結果的にあのサマー当たったのが結構ポイントでしたよね。ちょっと弾きにはいけないような感じにはなってます。裏剣悪くない。あゆちゃんこのレバーだったガイル的が、ガイル的がタイプリード。うーん、さあそっていってバニスキリが決まってしまう。ガメハチが近いぞ。さあ出してきた、ダイル打つ。さあ待っている、サマー、もう一回ソリック、バーと、さあ吸って、スキリが入ったぞ。バックショット、悪くない、今の前ですね。サオリックが刺さる。あ、見事なバックスバットでしたね。バックショット良かったです ね。さあ次は、さあ情け容赦なくダルシムです。ああダルシムです、そうですよね。さあカーシムダルシムですね。夢も希望もありません。うん、
さあさすがにしかしこれは勝ちに来たと言っていいでしょう。さあソニックにしゃがみパンチが入ってしまうので意外とどうしようもないというね。そうですね、結構見てから簡単ですからね。ボタンを押すだけ。さあ行くぞ、行けるぞ、安い安いぞ。さあソニックにしゃがみパンチ、開幕サマー、開幕サマー出したか。川島さんね、開幕大ヒット好きなんですよ。はいはいはい、悪かった、はい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 、悪くはないが、かなりね、それは相手の基礎読まないと。うん、確かにしゃがみパンチに当たらないので非常に相手を見て打つ必要があります。飛んでいるが、まあ、飛ぶしかないんですが押されます。この前がきついですよね。ファイヤーかフレームを一気にしないとやることがありません。止まって立ち合いパン、さあ、最近悪くない、悪くない。だから、相性取ったが、ちょっと時すでに遅しい。苦しいですね、やっぱりこの組み合わせは。さあ、飛車角、最後は田中キャミ。しかし、まあ、キャミ使い、キャミ的にはね、ガレスに取っておきたかったというのがあるので、というところですが、どうですかね、残っているのがフェイロンとバイソンですね。キャミとしては苦しみは間違いないんですが、さあスタレアロ、ここは一発入るがあれで近づくという考え方になります。さあフーリガンはバックジャンプしている、いい反応だ。バックジャンプ取りから攻める、あの距離は確かに今難しいの で、 そうです、ね、悪くはない距離でした。まあ投げ返しミスったらあの、うん、キャノンもありますからね。キャノンもあるんで、さあキャンセルファイヤー行くか。オッケー、スパイナルアロ、悪くはないですけどね。今のアクセルスピンを使っていけが、さあここで、そう、ここの飛びなんですけど暗い投げされるので、そうですね、はい、欲しいところでしたが、さあ川清水さんが勝ち切って、近いの勝ち。さてでは、グッチ会と、ミョージュエですね。そうですね、対決ということになるでしょう。ナルシムっていうキャラは派手ですね。大平さんちょっとお怒りですね。気持ちが分かります。ナルシムってキャラはまあ派手なんですけども、さあグッチ会対明治勢で、代表決定戦ということに、ねはい、なるでしょう。さあこれはかなり見物の組み合わせです。はい、見物の組み合わせ。さあ先方を誰にするかが非常に大事だと思いますが、明治勢はまあ、あでもサガットダルシム先に出しづらいからサガットありかもしれないですね。で、まあ、結構初めからあれですよね、読み合いがちょっと熱いですよね。サガットとガエルを、話しておけば、はいはいはい、ダルシムをこうそこで、ね、あ確かに確かにできるんで、はい、早めにどっちか出した方がいいんじゃないですかね。はいはいはい、でダルシム倒してから明治勢が 1P ですね。はい、はい。さあちょっとあのコメント見ましょうか、うん、田中がやり込んだら疎通は終わる。田中明美さん非常に期待されてます、ね、ほんまかいな。ちょっと大阪弁になりますよ。毎回そこそこの活躍を見せるバイトの若元。いや、いや、いい動きするんですよね、はいはいはい、ね、一つやってほしいまであります、ね、確かに。ワニケンさん飛んじゃやべえ。さあ、あということで、はい、そんなこと読んだんですかね。そうですね、ダルシムって、まあまあまあ、これはしょうがないですね、はい、これはもう一人ダルシム出させて倒していかないと非常にきつい。はいはい、さあブロックのウィナーズ決勝、一本出る前に川島さんやらかす。さあ行くぞ川島、川島。さあ一回離してなんとか下がって追いつかれたくない。逆に言うとですね、これ体が荒れすぎて普段対戦が発生しないんで、あ確かに一方的にやると思うんですよね。さあ、疎通で最も終わってる組み合わせだが、いい感じに
ヘロクリードを取ってるぞ。おお、グランダ当たって。さあどうする？さあガルシャ。さあタイガー。カマシム。いやー勇気のタイガーですね。カマシムさんはこういうちょっと徹底系のやり方がねちょっと自由になっちゃうんでありますが、どうだ？カモいけるか？さあよっこう、ここでダルシャ。こっからもうフラボタルシャの勝ちですね。あ、なしてみたらほどした、みたらほどした。さあ、ダン、このダンがまた痛い。また余計なことしてる。さあ、これはさすがにヨガファイヤーを打った時点でダメージ確定というですね、素晴らしい記録なので最初に何とかしないとダメだ。あー、飛び当たって、おっとっとっと、投げる、受け身がない、かましむ、戦うガード。さあ苦しい、さあ勝つ、苦しい、これはきつい、これはきつい、おっおっと、あっ、さあガードした、ガードした、おっとかましむ、かましむ、さあちょっとどうする、シャムキック、体育が耐えていない、ドリル、体力が楽しみだった、シャムキック、どうだ、どうする、これもきつい、これでもきつい、あしかしでも坂本さんがと大健闘ですよこれ。いや面白い試合でしたね。いやさあこれでね、まずまあガルシもなんとかしないといけないでしょう。さあさあバイソンではなく龍が、あー、川本龍でいきますね。あ、じゃあやっぱペイロク龍だから、あーなるほど、じゃなくてそしてカトとハイローズ非常に得意なので、これはもう川本くんしかいないでしょうということですね。まあなんとかでもほんまこれ川原さんはねやりたいですよね、それはやりたい。さあチャガミトーキックにドリル合わせていく川島、はい、からず、さあ勝利、勝利、表これガードした。さあ大キックから振ってから動く川本だが、さあ逃げて、今投げでしたよね、確かにね、川島独特の動き、勝利、勝利、当たってドリルがちょっとめり込んでいるが、カス当たりか、大キック出してカス当たりだった。さあ一度っと、ああ見てから、ここはしっかりしている、しっかり張ってましたね今。さあちょっとめっちゃ押さないときついですね、前に行きたいところだが、さあ前に乗るけど、あの前進追突でミランとしている。さあ暴れにファイヤーを当てようとしたんですかね、ちょっとずらし、ね、ずらしファイヤーできましたが、ここはガードになっている、真空を溜めて、さあどうだ、飛び、うますぎる、うますぎる、うますぎ、ガードして、しかしドリルがしゃがみ中パンチ、バレバレ、ユンピオ読みですよね今の。さあジャンプキック、さあドリルで攻める川島、勝利が当たる、投げて、じゃあ歩き、川端がリード取っているぞ、真空が取れ、下段、ここはフレーム出していくか、楽しみ、ガードしてもかぶりしない、波動が当たる、ついてくるか、バックジャンプ、川端、ここで、カワシムを落とす、しっかり見てますね、いや、素晴らしい動きですね。ちょっと地上戦がうまくいかなかった川島さんが、割とね空中に行動に切り替え気味になったところを、確かに確かに空対空中心でね行っていきました。さあ川又 の試合作りが非常に見事。さあ次は、さあグッチ会どうするかな。さあグッチ会としてはザンギですか。ザンギなんですが、まあ、ザンギですね。川端対鈴木といえば、小物道でもタイマンをしたこの組み合わせ。さああの時は10対5という数字で川端が勝ちましたが、
さあ一発勝負どうだか、ピヨッとやばい、ピヨッとやばい、ピヨッとやばい、ちょっと今の竜巻ピヨると思わなかったような感じですよね。そしてこの大足のスカルにしっかり大足しっかりとここまで削る。さあどうだ、まあこれは食らっていい、まあ食らって OK ですよね。中の中キック暴れて、さあダブラリの終わり際に最低でも波動カードを貼ってる。さっきあれですよね、真空ガード先生から空中タックガードからあれですよ ね、 あれもあのしっかり削り連携と、そうですね、うまいですよね。おっと、ここで弾きが来た、森本、あー、下から中心圏進ましたらよかったか。さあ、正面飛んで、これは、どうだ、うまい足払い、やはり残疑戦は川端か、どうだ、ま、この踏み込み、この踏み込み素晴らしい、この踏み込み、ドリッキー、ドリッキー、素晴らしい動きでしたね。振り込みがね、なかなか単純にできないんですよね。あれができたら進化が問われるって感じですね。さあグッチ会、ここでバイソン、バイソンしかないでしょう。さあグッチバイソンが行く。竜使い同士の組み合わせだ、川端竜とグッチバイソン。さあ川端の波動だけでバイソンを倒していくスタイル。さあうまい、手を向くなは波動しか打ってないまであるが、突っ込んだところに百道足置いてますよね。波動と中足だけ。さあどうやって反撃をしたが、もう体力もゲージもない。さあ川端の対戦戦、さあラウンド2、まずは波動拳を避けてから触りに行きたい。さあ長谷さん、うまく触りに行った、ここからですね、投げて、さあ投げて、さあ下段が入る、刻んでからのできるパンチ当たらず、さあ勝利、さあ勝利当たる、スパコンがあるので無理はできないが、さあしっかり見ている、割っていく、ダーッと真空がフルヒット、このめくり立つまで失敗かな。さてどうだ、大ヘッド届かず、さあまずは投げて、ちょっと待ってたが、さあヘッド出してこない。さあさすが竜使いだろ、知ってます。そうですね、あそこのヘッドは比較的いいと。投げは失敗したか、さあヘッド上げていく、ナイス。さあグッチさんの連勝ストッパー能力いかんなく発揮されました、ね、いかんなく発揮され、さあ取っておいたフェイノ、ここに取っておいたって感じですもんね。さあ取っておいた、今日は坂部、坂部、まあ文鎮ですね今日は、サッカーでフェイロンですが、どうした、これは確かにこの組み合わせ独特の対応を知っていないと非常にきつい。レッグがフルヒット、あフェイロン対バイソンらしいですね。さあレッグから投げて、投げて、暗い流しにしかない、素晴らしい当たる、レッグここ一回カード、フェイロンが支援で割り込んでいる、割り込んで、どうだ、こっちよくヘッド出した、さあ2発3発、これはもう削り確定でしょう、削り確定ですね。さてもう話を残すのみですか。そうですね、ですかね。さあ3対2ですね今。見立てが効いてますよ ね、 てますね。そして話と同キャラ、さ
さあ仕掛けていく文鎮。さあ浜地が多分久しぶりな気がしますが、独特の動きが健在か。支援が勝つ。さあダウン取って、うまい。レッグ少し投げ、非常にうまいが、そしてレッグが刺さる。今のレッグはあれですか、しゃがみたいパンチですか、捨てるんですか、捨てるんですかね。おお、何それ、ペロ限定。さあさせない、仕込み支援が早すぎた。支援が、支援が仕込みきれない。あの裏的ミノンガールしたら支援出した方がさっき動けるっぽいんですよね、あれですね。さあそしてフェイロン等からはしゃがみ強化がフラになりますからね。さあフルヒットか、フルヒット、フルヒット、ブンチンエッグ出させて、どうだ、さあ5番いって、まだ5番カバー、全然まだわからない、まだわからない、お互い一発圏内、一発圏内ですよね。エッグ、エッグ、おお、何それ、何それ、何それ、あいつだ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 、熱い、あーレッグに対して支援、いやー技を出し合ったところ、そうですね、勝ったのはサカデフィロ。いや熱い読み合いでしたよね今。あのタイミングだとやっぱ支援どうしても後出しが来たので、ね、非常に難しいところでしたね。さあウィナーズ抜けは苗字勢、そうですね、1位抜けは苗字勢ということになりました。これでウィナーズ側で待ち受けるのが、ウィナーズ側じゃねえや、ルーザーズ側は最後に待ち受けるのがグッチ会という形ですね。さあコメントちょっと拾いましょうか。 KKY バイソンとの違いを見せていく。これ関西勢ですかね、これ。で違うのかな、チンさん、 KKY さん今日バイソンですかね、今日バイソンですよ、金曜日大阪であれですよ、天王寺パスカで練習してましたよ。バイソン練習、バイソン練習しました。江ノ川さんがスタッフをやってますけど、はいはいはい、面白いですね。あ、あれつかない、もう B、 もう B 試合する、あ、マジ。さあ配信台では、B ブロックの第一試合ですね。はい、土方崩壊と、インモラリストアッコバルドグロードリュウワニ、バニケイホンダミノムクンキャミ、キャミ、これかなり混成チームとかですね。そうですね。さあ今のリスト2回転、ヒデ、焼き鳥ペコということで、まあ、エスカラ2人というのがイモラリストという感じでしょうか。エスフォーク、エステンは、あの明らかに最強系に食い込んでくる、はい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 、確かに。さあ始まります。はい、1人目は焼き鳥ソーク、焼き鳥対、さあロボットが強いですが、さあ非常にかわいそうなことになるんではないでしょうか。あさあ重ねていって非常に悲しい、入った、さあ始まり、さあ、そうかね、このしゃがみ攻撃からいけちゃうんですよ、ね、そうですよ ね、 これ、 がやばいすね、これが恐怖なんですよね、これが本当やばい、弾いていく、弾いていく、対空が出る。さあこの精度で対空自身はやべえだろうって話ですけど、
はゲージ持って見てから見てから久しく警戒の上から行くがさあ繋がっていない。しっかりでもちゃんとあいつの焼き鳥さんは入れてましたよね、昇竜をね。やってましたね。さあ昇竜コマンドしっかり入れていた。さあ次は、ミノムくんのキャミン。ですね、崩壊絶対キャミン出しますよね。やばいよこれ、やばいよ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 。あーでもこれでダメージ取られるんじゃないですかね。そうですね、ダメージ取られるんじゃないかってちょっときついですよね。さあダメージを取らないか、あーっとジャンプ、鏡強パンチ返せるんですね。返せるんですね、見てからですよね、今の。さあ、同時入力でしたが、ちょっと遠かったかな。ちょっと遠いとね、相打ちになります。さあ、こうなるとさすがに、おっときついが、さあ、ちょっと下げ飛びが低かった。さあ上から行く。さあ行って、さあダブル重力で今度は強気ですね。キャノン読みの昇竜重ね。さあどうしましょう。どうしますかね。バルログかホンダか。バルログホンダですね。さあそして私そろそろ出番なので、そうですね、誰か、変わってくる人ないかな。あ、ちょっと始まります。さあホンダでいきましたね。これがちゃんに来てもらいましょうか。さあホンダ、さあ、さあ、上さんがさ当たって、さあ、フォークは適度にしゃがみしようパンチを連打する。さあ、うまい。さあ、リードはフォーク。さあ、前飛んで、さあ、出し、そうですね、今さっきの試合ですよね。しっかりホンダが前歩いてるのを見てからフォーク前ジャンプしましたからね。あれって結構難しいんですけど、うん、あれしかなくて、しかもホンダ側は前歩きして飛ばせるっていうことができるんで、だからこうなるときつい。さあこうなるとこっからしかもあんなコンボ入るんだ、すげえな。さあ続き、そうですね、頭突き狙いでしたが引っ張ったので反撃だということですね。適度にしゃがみショーパンを連打する。おだっさしっこみ勝利。さあこれでリードが S ホーク。さあこれで待てる。あー無理やり来た、無理やり来た。素直に行って逃げますよね。うん、そうですね。さあ難しいところだぞ、うん、さあ削り OK のとこだが、おっ、クダイクうまいですね。今のクダイクうまいですね。こう、フォーク戦はこのクダイク重要になってます。さあさあ、ここに取れたが今度はぶつけ打っていない。かなり冷静に対応してますね。これもメイコンでればメイコンでよ。さあどうなっゼロ。さあ続き待ちした、続き待ち、しっかり待ちましたね。あ、行っちゃう、大丈夫、そしたら俺
残りはあとはさあマーリスト、ヒデペコ2回転ですね。でさあ先ヒデチュンリが先行きましたね。そうですね。あちょっとあの吉尾さんが出番なんでトネピーに来てもらいました。画面端には行ったけど、あーなんか噛み合って、でもまだまだチュンリー有利。おうまいですね。うまいですね。さあネコがまだまだいけるか。ゲージが溜まればいい粘り。マニケイがいい、マニケイがいいと見つけましたね。いいバックジャンプ、悪くないですよ。暴れてしまって今の怖かったです。さあでもこうなったら、あこれは下がりすぎると、もっと先月では対抗しない。ヒデチュンリ最後までやるつもりですね。これはわからない、わからないな。これは間に合わないんじゃない？間に合わない。そうだよね。ちょっと勝負どころがね、ちょっと見つからなかった、ね。ちょっと難しかったですね今。マニケイが粘りまし。このね救済力かなり強いです、ね。確かに。あ冷静。さあ前飛んでゲージダメで。いいですね。いいですね。あれね。あこれは。ゲームになりさあと使える。さあしっかり見てて、しっかりカラキャンテンションしてますよね。あれはあのカラジャンプしてると当たんない距離だったんで。なるほどなるほど。そうちょっと難しい。はいはいはい。いい避け方しますよ。食らっちゃってるけど、まあしょうがない。あうまい。さあ、払い蹴り出して、こっからいい歩きを見せて、さあヒデが、ヒデがさあ、上行って、あこれはさすがに待っていたか。さあ、かなり死にそうだったが生き返った。さあ、ゼロ。いやー惜しかったですね。惜しかったですけどね。まあ、しっかり冷静に立ち中キック。アコさんが行くそうですね。そうですね。バルログ、最後バルログ。さあ山口から来てますからね。チュンリー戦知ってるか。ヒデ君はね結構バルログ戦練習してたんで、はいはいはい、最低限は知ってるとは思います。冷静ですね。変に空気入れて体操ブラックは、あー来た。チュンリー戦とあれなんだ。なあ、チュンリー戦の後ろに行く。なるほどなるほど。これを返すにはバックジャンプになるんですけど、そうすると今度早出しをすれば早打ちになるので、あれです。あー何これ、スライディング。さあ飛んでいる。アッコさんいいですね。いい動きですよね。チュンリーのゲージたまらないので片付けます。これピオリーチだ。ピオリーチだから、うわー繋がる。さあしっかり3段入れていく。あの端にいるチュンリーをね、いっぱい出すの結構大変だ。そうですね。あいいですね。減った、減った、減った。しかしハイクロがちょっと出すの遅かったですね今。ああ今危ねえ。さあへばりついて、歩き投げ。形が崩れた。いいですね。いいですね。さあもうバルログやる、何もやる必要はないはずだが、投げて投げて、そしてバックジャンプ。あさあ対空しっかりして、削る確定ですね。さあ勝ったのはインモラリスト。さあインマラリストが勝利。次はこの、反省会と中西さんのチームですか。そうですね。機械 TOMO TFO TFO さんは、シンガポール勢ですからね。あと友田さんというだと、
あとは吉尾、中西、花丸木、ベビーナイン、まあ、これも仲良しの、そうですね、仲がいいチームで組んでる感じで。さあこれはまあこのフォックスの面白いところが出てるチームですよね。中西さんのチームは吉尾さんがね S フォークを使って、そうですね、そう使っているっていう、まあ吉尾さん S フォーク好きですからね。はいはいはい、まあ、むしろフォークが好きっていうのもありますよね。そうが、あのサガットとフォークは、はいはいはい、吉尾さんかなり好きなんで、うん、さあこれは先方決めてる感じ。じゃあちょっとここで合間あるんでまたコメント拾いましょうか。マニさん褒められててよかったですね。そう反省会が 1P で中西が 2P。 さあワニ野郎強くなったな、ね、褒めてあげてください。これ本当にワニさん、ワニさんですよ。それはまだこっちも決めてない。あ、先方はどうしますかね。そうですね、S フォーク難しい。結構ねスタンダードキャラが多いんで、特に3個被ってますからね。そうですね、ガイル、リュウ、ベガがお互い被ってて、残りがフェイロンとフォークなんで、確かに確かにちょっと難しい。個人的にはこれベガ、ベガが絶対避けたいと思うんですよね。やりたくないですよね。僕も嫌ですからね。そう、そのやりたくないし思んないし二重の辛さが、絵面がねもう。そう、さあ先方は誰になるかな。さあ始まりますね。さあ向こうがベイビーナインさんのベガベガと TFO さんのフェイロン、フェイロンですね。これはベイビーナイン普段はホンダ使っているんだが、でもベイビーナインさん結構いろんなゲームをやる人なんで、多分キャラもいろいろ使えるのかなとは思います。さあ画面端、画面端辛いっすよね。さあこれしっかりいって、表からガード相打ちになる。ダンするとかめんどくさいぞ。この距離、この距離ベガちょっとしんどいですよね。しんどいっすよね。お、スカール投げて受け身がなくて、受け身がないぞ。投げ、投げに行った。端に詰められなければねベガもかなり逃げられるんですよね。端にすぐ行く。あとこのジャンプコパンね。そうですね、あれを立ち台パンチで返したいですよね。あ、立ち台パンチか、なるほどね。が周りが近かったら垂直大キック。あ、はい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 。あ、ハメ、僕個人としてはこれちょっと残機戦に似てる感じなんですよね。確かにね、一回捕まると。そうですね、削られる、デッカーがガードできない。やっぱりあの近距離で上からかぶされると何もできないですよね。あのかなりベガもちょっと迷っちゃうんですよね。でかつガードするともうフェイロのターンということで、かなり繊細な立ち回りが求められる。さあ遅らせましたね今。おお、下段はガードしてるぞ TFO。 あーまだあるぞ、助けてくれ。投げて投げてハマってる。まだしない、距離が空いたところをしっかり見てましたね。支援、遅らせすぎたか、抜けられない。そう、抜けれないですよこれ。向こうの方が無敵が長い、無敵が長いんですよね。いや、しかしでもよく持っていきましたね。はい、これはどうするんですかね。ガイルかリュウか。ガイルを出すと多分向こうがベガとかになってくるんでしょうか。ですよね、難しいですね。竜かガエルなんでしょうけど、しかし今のね TFO とか、まあ、海外勢にやっぱ勇気を与えますよね。そうですね、そうやっぱ日本の対戦動画とかをかなり見て、そうですね、研究してるっていう話なんで、はい、さあ誰が出る。吉尾さんです。吉尾さんがいきます ね S フォーク。これは吉尾が知識を見せていくのか、それともキャラ差で押し付けていくのか。いや、大パン出したんですけど、そうですね、しゃがみ大パンが普通に巻き込まれました。さあこれはバイパー戦法。あっやばいで、あ、なんか食らってる。さあゼロドットだが気は抜けない。
お、減るな、チラシ。お、うまい。わからない。下手に近づけないぞ。お、差し返して。強い。中キックが強い。さあ、時間が。わからない。どうする、よしお。どこで最後の一発当てるか。おー、中足、ドセンター。あんなに長いの？なんか動いたところに当たってしまったか。さあ、地上戦だ。うまい大パン、これも完全に誘ってますね。中足で面倒くさくさせてレッグ出させるってことですね。そうですね、動き避けて、あー、噛み合って、噛み合ったか。お、大パンで対空。中足強くない？中足はそれは強いですよ。強くねえか。あ、大パン、ダメージ爆撃してる。ダメージ爆撃してる。さあ、分かんなくなった。ペイロンも、おー、前飛んだが、くぐって投げ。さあ、ヨシオ、これは知識で勝っていった感じ。やってはないだろうが。そうですね。そうですね。多分もう、初めて、もうなかなかやらないと思うんですが。さあ、これベガ。これは、友田ベガですね。ベガ戦は、まあ、知識があっても、決めるのがむずいので、上から行ったヨシオ素直。できねえなら上から行くわ。上から行った。さあ、ミスったが、ミスったが、これはフォーク待ってますからね。しゃがめしをバンチコスってで、適度に立ち返りキックを置く。そうです、そうです、これです。これは、それはなんかあれですか、ショートパンチだけだと、あー、ショートパンチだけだとサイコとか食らうから。ね、ショートパンチだけだったら、あの、サイコだったら、まあ、ほぼショートパンチで勝つんですけど、あの、先端、ド先端やったら、あの、まあ、何も起こらないっていうのもあるんですよ。はい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 、安定がないというか、はい。さあ、台形台形、今の踏み込むんですよね。やっぱ踏み込み防止に大キックを置きたいみたいな。そうです、なるほどね。あー、めくりは分からん、めくりは分からない。これは竜でしょうね。そうですね、もう絶対竜ですね。のできないなりの、あの、できないときはああやってやればいいんですね。上から行く、ちょっと遅らせて中パンチかな、はいはいはい、やればいいんですね。あれ、ベガもちょっと避けにくそうだったな。確かにベガガードしたら絶対ね、Nコパやと思うんでね。はい、コパンガードして上入れっぱみたいな、ね、そうですね、うん、逃げ方。花丸木さんは、まあ、初代スト4チャンプですから、ね、そうですね、初代スト4、人間性能は織り込み済み。あーっと、つかさせる、つかさせて、裏回って。さあ、友田強いぞ。さあ、どこまで見てからできるのか、花丸木、裏、裏、今のいい連携。これはあのジャクタスマかなりめんどくさいですよね。めんどくさいやつ知ってますね。さあ、踏ませて、ちょっと遅かったので、ちょっと遅かったですね、今使ってるぞ、さあ、めくりっぽかった、めくりですね、今の。さあ、いかんなく、まあ、メインキャラの、ね、強さを出していってますね。さあ、中西が最後。さあ、中西がいる。中西さんは結構普段竜なんですけどね、使ってるのは、ね、海外のコンボブレーカーでは竜ですよね。さあ、ハイパーで練習した時のガエルの動きを覚えてるか。でも、あの時は N ガエルだった。確かに。あ、これむずいぞ。うわ、サマー、めくりが当たらない、当たらないが、まあ、投げないで OK ですね。これね、あー、出た。あの、垂直ジャンプで避けた後、友田さんかなり狙ってくる。そうですね、はい。さあ、表から、はい、ちょっと OK、 当たる、早いぞ。しっかり見てましたね、今投げる、うまい、うわー、投げー、
ちょっとね早めに押してパンチ漏れてたんで、そうですね、投げられちゃいましたね。さあ開幕ヘッドプレスから行って、長見中華で大空は知ってるぞ。さあ追い詰めてはいるが画面端追い詰められた。ここから中西どう粘る、歩いて友座も狙ってる、上うまい、中盤歩いて、うわーし、これは読んでたけど、読んでましたね今。さあ友田どうする、突っ込んでくる、これは投げ返しにくいやつですね。おっとこれまだ死なない、まだ死なないが、さあ友田が4連勝。さあ勝ったのは、いや3連勝ですね、3連勝です。たのは反省会、反省会。最後のナイトメア狙ってましたよ ね、 ね。さあ次が、次がジャイリサー初級者部屋、ハルキハル S サガット。これはトミジアさんのダルシム、ルナさんのキャミー、ポリポリさんのリュウと、今日当日でねさっき上がってきた、アベビン、ヒロヤン、オチャルマル、バルログ、クロッチ、ブランカというところで、うん、なるほど、勢いを生かしていくか。私さっきあれですかね、ヒロヤンに回されましたからね。ヒロヤンがね、ヒロヤンがヒロヤンでしたね。はい、で負けてる、でもうそろそろあの敗者ブロックもねできると思うんで、はい、玉なしがワンピー。さあ、ワンピーは当日枠玉なしのおちゃる丸さんのバルログとルナさんのキャミ、キャミですね。さあバルログ、残月ステージですね。キャノンで、あーこれは宙詰めが待っていた。ゴロゴロから噛み合う、噛み合ってしっかり仕込んでる、仕込んでますよね。まだ知らない、あー危ねー、さあバコンだけは食らえないぞ、ね、投げる、投げる、おお、なんかすごい当たり方してつながってな、ついに通ったフーリガン、めくりがね見えづらいですよ、見えづらいんですけど地上につなぐのも難しい、まあとこれはルナさんがしっかりバルログ戦やってる、や、まあ、知ってる感じの、ね、やってる動きでしたよね。はい、あと残機ステージちょっと早いっていうのもありますよね。そう、まあでもね、そう、早いとどっちが有利なのかは分からない。さあこれは誰が出るんですかね、なんかホンダ出すかどうかみたいな、ホンダだよね、ホンダですね、ホンダ出すとおそらくなんかこうダルシムかリュウが来るんじゃないかっていうね、はい、ところで、さあアベビン、アベビンどうなんだ、玉なし戦、玉割り戦はね結構上手に圧迫していくイメージなんですが、アベビン玉なし戦はどうなんだ、待ちきれるのか、待ちきってる、アベビンかなり硬いぞ、アベビンの意外な一面、硬い動きもできるんだよと、アベビンこれかなり硬いっすよ、かなりあれですね、しっかり待って戦いましたね、アベビンらしからぬ硬さ、はい、
1になってアローと張り手ですかね。そう、アビビンが待ってる。あ、待ってなかった、すいません。さあ、立って、アビビンらしい動きになってきた。めくりが、あー、でもよう、悪くない。一度と、おっと、あー、今後ろからいろいろできたが惜しい。難しい。神の正解なんですか。あの着地したところに大パンアローして、大パン、はい、死んでたと思います。はい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 、まあでも難しいんですよね。はいはいはい、まあまあまあ、さあここは竜が出てきた。まあ、ね、難しい。アベビンの竜戦はこのアベビンの圧力に負けないように、ああ中逆感、そうきたか。そう、うまい、避けて、さあこのアベビンのいつ来るかわからない頭突きと張り手、あー飛んでくる。このちょーさあ頭突き、頭突き、頭突き、張り手、飛び、シンプルに来るぞ。こんなに飛びって当たるもんかねっていうぐらいね、当ててきますよね。頭突きからあった裏に回ってトリッキーな動きを見せるぞ。アベビン、アベビン本田らしい動きですね。これぞアベビンという動きですね。ダルシムなんでしょうけど、アベビン本田のダルシム戦はね、ちょっと慣れてないと難しいですよ。僕ちょっとね、人読みしないとちょっと勝てないですね。僕は S サガットに来た。 S サガットに来ましたね。エスタガットはヨン様はなんか本体いけるんちゃうみたいなこと言ってますけど、そんなわけない。さあピヨって、しっかりしっかり減っていく。やはりこのエスタガットが鬼門になりそう。当日枠側かなりエスタガットはどうするんだという感じ。そうですね、とにかく垂直ジャンプがマジで強いっす。前ジャンプも強いけど、はい、飛び蹴りを落とす技はね、ホンダはないです。あ、そうですか。相打ちぐらいですよ、はいはいはい、立ち中キック、なるほど、よくわからないしこ蹴りがあるんですけど、あれが相打ちになるぐらいで、マジで垂直ジャンプ落とす術はないです。あー、これいった、ガードしてる。そしてか、頭突きが負ける。判定が残ってましたね。残ってましたね。相打ちにすらならない。さあ、歩き春さんがこれはでかいんじゃないですか。アベビンのホンダを倒すのはかなり重要だったはず。さあ、次はヒロヤンか、ヒロヤンか、クロッチさん、クロッチさんのブランカですね。ブランカの飛びに反応できるか。そうですよね、まあ、この初級者部屋という名前を信じるのであれば、やはりそういうところは鬼門になるのかなと思いますが、あーと、うまい、うまい、戻った、お、戻った、表から裏に。この体力はさすがに厳しいか。そうですね、戻りよかったです ね大キックで戻ってきましたからね。しかもね、結構小キックとかやりがちなんですけど。さあ、タイガきつい、アッパが出る。これは S サガットの形、この形 S サガットですね。あー、垂直も強い、アッパかも打ってみる。きつい、ガード取って、わーっと、ラッシュ、わーっと、うわ、どうなんのこれ、どうなる、アパカのカスあたりもダメだぞ。うえー、そこで上、ここで上ですか。さあ、開幕は出る、しっかり出していって、ハルキハル、これはキャラを使っていくぞ。さあ、空中ぐらいは悪くない。カウンターの前飛びも強い。さあ、踏んでしまう、踏んでしまって、裏から、わー、重てー、いく、まだ死んでない、まだ死んでいないが、ローキック、ローキック、無理しないですよね。さあ、これは残りはヒロヤンのみ。どうなる、S ホーク対 S サガット、 S です、
かなり強い2つ。そうですね、 S で別キャラになる2つ。開幕足まで刺さってアパカが出ない。どうする。さあしかしこの窓は生きてるぞ。アパカが相打ちになる。相打ちになって十分ですね、まだ時間もたっぷり。そうですね、あるが上か。あ、まず素直に行きました ね起き上がりちょっと遅らせて飛んでるんで、やっぱ意識の外から来てますよね。アパカ出していく。おお、アパカの外から殴った。アパカ広すぎる。さあしっかり上を出れば減った。わからない、怖い。ヒロヤンわかるぞ気持ちは。ヒロヤン怖いよな。アパカガードしてる。そこは最後削りに行ったところ、前ジャンプ、前ジャンプでしたね。ヒロヤン怖いよね、わかるよ。あっと二択刻んで、さあ行く、ずらしていく、ずらしていく。あっと来た、ヒロボット。さあ残るはダルシム。ダルシムですね。これはねきついっすよ。まあジャンプ大パンチですか。そう、まあその理論値はダルシムの方が有利ですが、うわー終わった。ヒロヤンミスってくれ。お、投げ返す、でかいぞ。まだ生きてる、もらった命確認しっかり、これは完璧なハメ。ダルシムガードじゃなくてミス許されないっす、ね、ミス許されないっす。大攻撃押せないっすよ、はいはい。わあ出た。よくガードしたが、うわあ落ちていく。助けてー、ガードしてるぞ。あーなんか壊し食らってさらに、ま、ら前に歩いてくる。どういうことだよ、ね、どういうこと。さあ勝ったのは当日枠玉なし。さあヒロヤン大活躍。さあ次は、ウィナーズのねスカヤロボット対先ほど勝ったねインモラリスト、2回転ヒデ焼き鳥ペコ、スカヤロボットはシノホンダ破天荒太郎エサジというね、年齢層が結構高いところで、さあインモラリスト対スカヤロボット。さあインモラリストは2回転ですね。で太郎さんのバルブ。さあホンダステージ、これは相打ちになる。悪くないですよ。うわー痛え。持ってから2段、ちょっと待って返しにくいところ、投げにいったところ暴れてバックジャンプからスパコン、しっかり確定的に出しましたね、はい、これはヘッドで逃げる、ヘッドにはいかないが、さあダイレクトリードした、ゲージも溜まった、どこで吸いに来るか。バッ向こうに飛ぶとねあれで自動的に落とされちゃうんで、うん、ちょっとね辛いですよね。上から来る、投げる、投げ返すが方向がそっちは引きこもられてしまう。さあ待って、手前落ちですよね。しっかりクレイジー。さあこれは誰を出すんだ、ホンダで行くのか。ホンダで行きますね、シノさんですね。さあ
開幕は相打ち5番で待って、さあ2回転、ここはシステム的に勝ちに行きたい。連打ですよね。連打してる。さあ2回転連打が早いぞ。うわー、どっかに行っちゃう。引っかかる。画面端はやばいのでは。ヘッド読みで首ね、足払いでしたね。足払いでしたけど何も出さない。この辺りの2回転リードは本田。おそらくね、タンパが溜まってるはずなんで。そうですね、どっかででかいの来ますよ ね、 そうですね。前にちょっと歩いたところとかで来るのかな。最後まで使わない。2回転がタイムアップを目指して、危ない。これは2回転の計算通りの展開。開幕は中盤が強い。上はしっかり待ってる。さあこの展開はかなりバイソンだぞ。さあしっかり落として相打ちになる。相打ちになるが、まあまあバイソン問題ないか。さあゲージが溜まると本田ちょっと辛くなるぞ。正面行って、これはかなりバイソンが待てる展開。待てる展開。これ動き的、そうですね、なんか動き的に今タッチヘッド溜めてんなと思ったけど、ね、さあ、まあ、しっかり待つとこしゃがみショー、タッチショーパンチ連打してあれですもんね。1回転連打早かったっすね。徹底してましたね今。あれ結構隙間できる人いるんですよ、ね、確かに確かに。連打苦手だったって結構いて、なんか連打してるけど遅くねみたいな。さあ上から行く。さあ破天荒さんの理由ですね。噛み合って昇竜。昇竜投げ返 す投げる。投げて圏内か、圏内ですね。しっかり。さあ天候はここで波動拳でリズムを作っていく。うわー横から、さあつらい。勝利で切り返して、めくりはおっとおっと、今度はゲージを止めたいのは2回リュウリ、わー当たらない。さあ使ってヘッドがね漏れて、さあ二めくり、見てからヘッドやろうと思ったらコマンドがぶっ壊れてジャンプになっちゃいました。バックジャンプでしたよね、はい、今。さあ中盤で止める、悪くない、悪くはないですね全然。いいぞいいぞ、ピオリーチが溜まってる正面はず。おわ、歩いてゴチって、またゴチって、どっち、あー。さあ最後はイサジキャミーになってしまう。しかしバイソンさえ倒せれば夢は広がる。そうですね、バイソンさえ倒すは残りはチュンリー、ホーク、剣なのでで、もいけなくはない、いけなくはないですね。しかしバイソンだけはいけない。バイソンが一番きつい。基本的にはノーチャンス。さあかかりに行くが、引っかかってダウンを取ればめくりに行けるが、受け身取ってる。さあめくりチャンス、ヘッドで逃げる。しっかりお釣り取って、こっちからはめくれないで投げる。さあ避けられない、スパコン出さないが投げる、投げる。今の小足からな、見事。あのバックジャンプはスパコン読みやった。スパコン読みですね。あ、はいはいはい。あ、噛み合った、噛み合った。危ない危ない。さあ、さあ差し込んだぞ。投げてパンチ内からは結構ね今怪しいんですよね。2回転動かない。裏は難しいところだがしっかり。高めから暗い投げ、
さあ高めからしっかり食らい投げ、うわっ、リサジもいいガードしてるぞ。そうですよね、余計なダメージは食らわない。さあ端いいぞ、箱があってヘッド、空中ぐらい、うわーしっかり見てる。さあ遅らせて、まあ、とりあえず使う。うわーっと分かんなくなってくる。投げる、投げて、上から投げて、投げて、まだ知らない、知らないのか。さあこれは一旦下がったが、下がってよかったのか。さあ確定か、ここは2回転なんとか4連勝。しかし久地キャミだいぶ頑張りましたよね、はい、2回転の4立てでしたね。逆側はまだやってるのかな、まだやってますね、やってますね。さあ友田さんがやっぱキャミー使ってたら一番きついのバイソンですか。いや DJ ですよ、やっぱ DJ 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 ですね。 DJ は本当勝てないんで諦めてます。はい、まあ、バイソンもまあ辛いですね。うん、まあ S 下がったかな、その次は。バイソンにしゃがんで待たれたらあれ崩す方法あるんすか。え、ないですよ、やっぱないんすか。ないですよ、もう向こうがミスしない限りは勝てないですね、はいはいはい、前なんだっけな、ツージーさんとねやった時に歩いて投げに、もうしゃがんで動かないから歩いて投げに行ったんですよ。したら投げ返されて、はいはいはい、あ投げ返してくるんだと思って、次キャノン打ったらヘッドされて、はいはいはい、なんかおかしいなと思って、なんかよく見たらあの投げ仕込みヘッドやってて、投げ返しカラキャンヘッドやってて、はい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 、えこれ何やっても死ぬやつじゃんっつって、あれは罪でしたね。完璧にあれができるんであれば無理ですね、はい、はいはいはい、そう、だから投げ間合いをちょっとずらして、はい、ヘッドを出させて、はいはい、スカさせてっていうのをやりたいんですけど、はい、その前で、ヘッドを避けると、はいはいはい、あのしゃがんでるキャミーにかさ当たりしちゃって、はい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 、あのバイソンが有利になるんですよ。なるほどなるほどちょっとこれ無理じゃないって思って、はいはいはい、ちょっと諦めが入りましたね、あの時は。まあ、人間なんでそれ完璧に全部やるのは無理なんで、うん、どっかでミスってくれないかなって、はいはい、なるほど、いうのが、まあ、期待ですね。まあ、そういう攻略があるんですね、はい、いや大変勉強になりました。あれはね、完璧にできるんであればぜひ皆さんバイソンの方はね、中盤で投げ返してそのまま上まで、入れると、はいはい、投げカラキャンヘッドっていうのが出るんで、はい、投げ受け身、投げ返し自動二択みたいな、はい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 、そうなるんで、あれ超強いです、はい、超強いです。あれ投げ前かな、投げ前が勝ってるキャラに対してはもうほぼ、あーなるほど、無理じゃないかな、はいはいはい、多分ベガに対しても疲れると思いますけどね。あ投げに来たところに中盤ヘッドってやると、そうですね、さあ次が、ブロック決勝ですかね。インモラリストと、どっちが上がってくるんでしょうねと、反省会か玉なしどっちかが来るんでしょうが、うん、さあ焼き鳥は どうですか今日は。焼き鳥今日は全然全然なるほど、今ちょっとあの焼き鳥さんが隣にいたんでインタビューしました。やっぱこれチーム的にはどうですか、こう玉がいっぱいいるチームと玉ないやつらですけど、キャラ的には反省会の方がいけそう。やっぱりアベビンとヒロヤンという存在の大きさはでかいですか。なるほど、さあしかしこのね今戦ってるね反省会、機械竜とトモ竜、機械ガエルとトモ竜がおそらくこの玉なし軍団に対してどれだけそうですねやれるのかというところですが、さあ、まあ、意外とこのねでもねフェイロンっていうキャラがね、ホンダ以外に行けるんですよね。この
フェイロンって玉なしキャラに結構強くて、ホンダ以外にはかなり強い。確かにそうで、やっぱフェイロンもなかなかやるやつだなっていうのはありますね。まあでも今あれですよね、焼き鳥さんからの名言出ましたよね、アベビンとヒロヤンは壊れている。そう、壊れちゃってる。交代のネジを外しちまってるやつ。さあ、なかなかこれ焼き鳥さん、これヒロヤンとエスホーク同キャラやったらどうなるんですか。クソゲーになるんですか。クソゲーになる。クソゲー回し合いにはならないで、地上戦になるんですかね。やっぱりもう差し合い差し合いって感じですか。差し合いで、なるほど。はいはいはい、お互い多分上は通んないでしょうからね。さあさあ来たか。さあおそらくあっちはもう大将だと思うんですけど、ヒロヤンが大将で出そう。多分大将だと思いますよ。さあインモラリスト焼き鳥としてはトモさんに頑張ってもらって、キャラ的には気持ちよくゲームがしたいところだが、そうっすね。さあどうなるか。ヒロヤンのポテンシャル、スター杯準優勝だっけ。そうです、ね、あ TOMO、 TOMO でも結構あのホーク戦やっぱりねうまいですよね。結構難しいんですけど。さあこれは難しいか。はい、まあおそらくこれあの今やってるのってこの動画には上がってないんですけど、永田さんがね録画していただいてるんで。そうですね、永田さんが録画してくれてるんで後で上がると思いますんで、はい、はい、視聴者の皆さん、まあ、ちょっとすいません、ヒロヤンがどう壊れてるかを確認していただければと思います。さあヒロヤンが負けてしまうのか。さあ土壇場でもヒロヤンは勝つ。さあそうね、ヒロヤンが捕まえた。あーヒロヤン、あと残ってるのは機械さんですか。機械ですね、機械さん。機械がいる。機械、これはぜひぜひ皆さん見ていただきたいですね、後で。あ、機械さんとヒロヤンさんは意外と両方悪い。じゃあ噛み合いによってはどっちが勝ってもおかしくない。へえ。なんかヒロヤン有利かなって思ってたけどそうでもないのね。なるほど、そうなんだね。ありがたいですね、ヒロヤン解説に焼き鳥さんがいてるっていうのは、まあ、ヒロヤンに一番詳しいですからね、そうですね、焼き鳥さん。さあ勝ってるのは機械ガエル。うわ勝ってるな機械。さあ、あ今ねなんかねカメラで iPhone のカメラで やってくれてます。みんな機械さんが頑張ってるところを見よう。さあ機械さん、わーって踏んじゃった。これすごいですね、これヒロヤンのあの汚い手元がこれで見れるっていう。汚いのに、汚いのに正確。あー死んだ、死んだか。あーっとこっからどうする。投げに行ったぞ。投げに行った。でもいやでもこれね、さっきこれあの予選で、あの当日予選でこれでうね君にやられてるんで、この反省してもう一回食らわないっていうヒロヤンが。さあ踏んでしまう、ピオリーチで画面端近い、捕まったら終わりだぞ。捕まったら終わるぞ。あー助けて。あー投げ返した。あーと相打ち。あー大キック、キック届く。ヒロヤン
さあ勝ったのはヒロヤン。いや盛り上がりましたね今の試合。名勝負メーカーですね。そうですね。これは先方どうしますかね。おちゃる丸さんを出すのかな。インマラリスト対インマラリストの先方が分かんないですね。そうですね、まあ、ペコさんは 100% ないと思うんで、うん、アベビン用にね、うん、まあ、アベビン用だったらヒデでもいいんでしょうけど、あ、まあ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 難しいですね。まあこのとにかくおそらくインモラリストが一番恐れているのはヒロヤンなはずなので、絶対そうですね、はい、確実に勝てるっていうのが多分ペコさんがヒロヤン用なんでしょうね。はいはいはい、多分バイソンもね有利だけどやりたくはないですからね。いやまあね、一発フォアっつったら、フォアと終わりますから、ね、ゲームが終わっちゃうんでね。さあどうするんだこれは。さあ先方は決まったか、難しいところ。まあ先ほどの試合はあの永田さんが録画してくれてると思うので、はい、はい、ぜひ視聴者の皆さんちょっとすいません。さあまずは B リーグの、ウィナーズ抜けをね決めようというところでございます。さあ、ウィナーズで勝つとですね、ウィナーズで勝つと、まあ、自分で好きなところに入れると。まあそうですね、ルーザーズで抜けた場合は抜けられるけど、まあ、先方固定になっちゃうってことですね。そうですそうです、先方が固定になってしまうので、まあまあ、ちょっと不利というところで、うん、まあね、なるべくねやっぱね1位抜けしたいというところでございますが、はい、まあ、意外とでもこう先方固定みたいになってるチームもあったりするんで、うん、まあ、そこまでねこの先方決まってるからといって確かに確かに、なったりしないんですけど、なんかこう全員強いチームとかだと、そういうアドバンテージが失われてしまうんですが、さあ、始まりましたのバルログと、バルログとインモラリストはバイソンですね。2回転バイソンですか。まあこれは多分バルログは確実に倒そうみたいな感じで、そうですね、出してきたのかなと思いますが、さあおちゃる丸さんもなかなか侮れないぞ。さあバイソンが先に溜まりそう、あっと裏からシューズ目、さあいい感じにチクチクしてるが、ゲージが溜まった2回転。おちゃる丸も待ってる、噛み合っててどっか行っちゃう、どっか行った、わっとかなりいい避け方。さあバイソンなんとかダウン取りたいですね。アッパー投げに行かない、暗い投げができない、わーっと投げるさあ今透かし投げを狙ったところ普通にコパンで暴れてた、危ない、おちゃる丸の爪が面白いように当たる、面白いように当たる、当たってますよね、こんなに当たるか、ヘッドには引っかからない、そして、はい、おちゃる丸さんのボタンの仕方がバイソンの台足はねこのゲームでかなり減りますからね、一番減るタイプの通常技ですね。チャルマルの噛み合い方がすごい、そうですね、なんかずっと噛み合ってますよね、噛み合ってる、ジャンプしたところには短波が来る、ヘッドした時には爪が出てない、投げるさあすごいぞ、これは倒すつもりで出ていった2回転としてはがっかり、どうするこれは、これはどうしますかね、難しいですね、誰出すんですかね、焼き鳥出しとくか、とりあえず焼き鳥出したら本田が出てきちゃうんですよね、そうですね、あ、ブランカかな、ブランカが出てくるんでしょうね、
まあ後に取っときたいのはチュンリーとエスケンなんで、そうよね、やっぱ S4 を多く出すのかな。これ迷いますね。でもバルログも安定しないんだよねって言いながらこのくるくる回してるのも S オークですね。あ、そうですね確かにキャラ選択する前に分かる。くるくる回してレバーをちょっと確認するんだよね。レバー確認するんで絶対。さあどこで引っ掛けるフォア。しかしおちゃる丸さんかなり日頃の行いの良さが出てる感じいいですね。さあ当たらないぞ。あっと引っかかった。当たってわーっとテラーっていった。しかしっかり見ている。投げる。これはバックジャンプ。うお、しっかり待ってる。待っていって。わー引っかかって助けてくれ。大丈夫。お互い技の判定が強すぎて当たらない。おっと中キックからくぐって難しいところ。さあおっちゃるもんもいいところで手を出して、うわあ来た。テラが間に合う。噛み合ったか。どっか行っちゃう。おっと引っかかって、引っかかって、あと一発だがここからが怖い。S ホーク、うわーっ、さあ壁蹴ったところしっかり見てますよね。いや本当うまいです。さあうまくここは2回転をカバーする形で焼き鳥が勝って、これは、まあ、ブランカーだと思いますけどね。と思いますね、残りのねキャラ的にもやはりブランカーはここで使うのかなと。さあしかし S ホークなんでしゃがみこパンがとにかく強いので、キャラ差は X よりよっぽどないですね。はいはい、4あって4かな。あ、なるほどなるほど、とか言うと怒られるんでしょうけど焼き鳥レベルだとそこまで差はつかないでしょう。はいはいはい、うわっとローリング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 強いぞ。落とされてもそんな痛くないもんね。そうですね、当たったら痛いよと。バックジャンプで距離を取って、まあ、クロッチがいい試合運び。ローリングローリングでまずはローリングローリング、そう壊してこいつ何すんねんっていうところでいきなり丁寧になるっていうこの緩急ですよね。上はさすがに見れない。そこまで焼き鳥も人間性の追いつかない。今さ投げ、さあ待ちの姿勢になったが、待ちの姿勢になるが、しかしリードはブランカ。うまい、うまい、しっかり待ってたぞ。落とされて、おーっと確定、確定、どうする、大キック、大キック、お見事空対空、しっかり仕事果たした。これは S 剣じゃないですかね。 S 剣ですかね、ここは、まあ、S 剣でしょうね。いやどうなんでしょう、このヒデの信頼感みたいなところ、はいはい、ヒデを大将に置きたくないという気持ちがあのチーム内にあるんであれば、はいはい、ヒデが出てくると僕は思うんですよね。このチーム内で確認が多分行われて、はいはいはい、お前ヒロヤンいけんのどうなのみたいな、そのなるほどなるほど多分会議が行われた結果ヒデチュンリーになりそうさあまあヒデチュンリーっぽいですね。っぽいですね、これはね、はい、そういうことですね。これを倒したらきっとヒロヤンが出てきて、でヒロヤンに負けたとしてもペコさんが、フォーク本田を倒してくれるんじゃないかというね、そういう作戦ですよね、これは。さあさてと、さあもう黙った。これはね超ローリングなんでお釣り難しい。お釣り難しいですね。うわー投げ。さあヒデの得意なモードに今なってるはず。飛行剣を打って待つモードはヒデの大得意なモード、苦手なモードはごちゃった時。あっと丁寧にやりすぎてるか、あっと出ない、出ないが
さあこれはつながった、八角だったが出なくて隙間になってしまった、あるある。さあ遅らせて下段は強いぞ、タイパンで潰して、さあちょっと前に出る、あんまり押されすぎても良くないんで、さあこれはあっと、大丈夫か、大丈夫か、しっかりここは表だったのを確認して、さあ手は出さない、使ってしまったが大丈夫か、大丈夫そう、もう一回貯めるもんねっていう、もう一回貯める感じですね。さあしかし先ほどはここの辺りから、うわー、ダイヤス当たって、当たらない、当たらないが投げる、投げる、うまい、うまい、めくりもう一回いくかと思ったんですけど、ですよね、素直に表から壊し込み、ね、今戦列どっちに貯めるかなみたいな感じで、確かに、うん、素直に天章でよかったのか、それはしかし難しい。さあクロッチがかなりでかい仕事をやり遂げた、残すはペコエスケンで、ペコエスケンですもんね、クロッチ、ヒロヤン、アベミンを倒さなければいけない、キャラ的には十分いけるがプレッシャー、精神力半端ないぞ。最初のペコ投げる、強気だ、うおっと差し返して、あ、避ける、避ける、うまいぞ、うまい、クロッチの勢いがある、勢いありますね今、これは慎重に行くしかないが、しかしもう剣はもうミスできない、うまい、避けない、さあペコ待ってる、さあこれはエスケンのモード、波動モードは超きつい、ダイヤシ手前落ち、前足からダイヤシは意識の外、いや、まあ、うまいですね今の、歩いてまた投げに行く、さあ画面端には追い詰めた、しかしこっからがきつい、投げる、投げる、噛んでちょっと歩いてダイヤシ差し返してきた、そしてこの空対空がエスケンとにかく強い、エスケンのある極みですね今の、おー差し返しに来る、上、おすかし下段、お見事な選択肢、余計うまい、うまいっすね余計の、さあどうする、あとはコパン振っていればいいやんと、さあかなりしかし上かなりやっぱ通ってるんで、んプレッシャーは与えてますよね、確かに、さあ任せて、歩く歩く、歩いて歩いてプレッシャーかけていく、さあこれは引きつけてガード、さあやはり上は通る、上が通るが巨大勝利を出していく、さあ粘る粘る粘る、うまい、間に合う、これはダイヤシ避けられない、もう剣は待つだけか、待つ技は揃ってるぞ、これはまずはアベミンが言ったるわと、しかしクロッチさん大健闘、かなりでかいですね、さあ大将ペコまずは一人倒した、さあそしてこのアベミン、うわっと突っ込んでくる、突っ込んできて、あれ、これ相打ち、そして続きも出す、さあリードはアベビン、さあ間に合う、避けて、でさあいい歩きだ、おお、なんでジャンプ当たる、すごいな、さあ払い切りのトルクちょい歩いて突き出してるからね、確かに前飛びでいった、今ね、ホンダが落としづらいとこっすね、読んでればドッツアンチョップでいいんですけど、ちょっと暴れたくなっちゃうところなんでね、さあ、フロリーチまで行った、さあ、きついモード、超きつい、超きつい、これはきつい、届く、歩く、ガードしてるぞ、アベビンの、さあ追いついていくか、うわー、あった、前ジャンプでくぐってきた、まあ投げが今減りましたね、あとね、さあ大将大将
ヒロヤン対ペコ。ペコ。エースホークとエスケン。きつい。きつい。エスケンはとにかく。ヒロヤンがピクピク。ピクピク近づいてくる。何怖いんだけど。ピクピク。さあ、しばら当たって。うわぁ、ああいうチョッケー。バックジャンプで逃げてもダメ。さあ、始まるぞ。完璧。完璧か。あーよ、あー中足が強すぎて昇竜が当たらない。暗い判定がね、膝の先ないっす。ないっすよね、これ。さあ、しかし判定の強い技なら SK にも揃ってるぞ。小足と中足全部強い。避けられない。突っ込んでしまう。めくりがこれね、マジ見えないっす。マジ見えないですよね。なんかピクピクしてる。中キックで足払い線を潰す。避ける。歩いてくる。さあ、差し合いになっているのか。これは確定。確定。ペコさんも慎重に処理していきたい。余計なものは食らえない。さあ、目の前で波動。どうする。ピクピク怖いな、あの動きマジで。怖いですよね。あーっと、助けてくれ。はまる。はまるか。完璧なら死ぬが。完璧。完璧か。うわ、怖い。しばれるが。もう何も食らえない。もうきつい。しゃがみ中足。さあ、 B ブロックウィナーズ抜けは当日枠の玉なし。玉なしですね。やはりヒロヤン、この男、野に放ってはいけない。いやー、 S フォークの恐怖ですね。いやー、中足の怖さよ。まあ、かなりね、クロッチさんの活躍がかなりでかかったんじゃないかなと、ね、ヒロヤンの負担をね、やっぱ、はい、減らしてるっていう意味では3人勝ってますからね。 S ホーク、チュンリー、2人ですね。そう、2人にやっぱ勝ってるんで、これはでかかったと思いますね。さあ、これでインモラリストがね、ルーザーズのファイナルの方に ね抜けて、はい、まあ、今ルーザーズがどうなってるかはちょっとわからないんですが、はい、まあ、機械さん、先ほど負けた機械さんのチームが来るかどうかというところ。さあ、